人の骨格は人の体の内部の枠組みである。生まれた時は270個の骨からなるが、成人になるにつれていくつかが融合し、206個になる。骨の総量は30歳前後で最大となる。人の骨格は中軸骨格と付属子骨格に大きく分類される。中軸骨格は脊椎、胸郭、頭蓋骨からなる。付属子骨格は 中軸骨格につながっているもので、肩体や骨盤、また手足の骨等からなる。人の骨格は、指示、運動、防護、血球の生産、イオンの貯蔵、内分泌の制御の6つの役割を果たしている。人の骨格は、他の多くの霊長類ほど、性的不たなりが明確ではないが、頭蓋骨、知れず、長骨、骨盤には、性感の微妙な際は見られる。 一般的に女性の骨は男性のものと比べて小さくほっそりしている。女性の骨盤は子供を産むために男性のものとは異なる。他の多くの霊長類とは異なり、人の男性は陰形骨をもとない80個の骨からなる。中軸骨格は32から34個の骨からなる。脊椎12体のあばら骨と胸骨からなる胸骨。 22個の骨と7個の関連骨からなる頭蓋骨から構成される。人体は上体の体重を股関節で下肢に伝える中軸骨格によって支えられている。脊椎の骨は多数の人体に支えられている。また脊柱起立筋もバランスの維持に関わっている。126個の骨からなる付属脂骨格は肩体、上肢、骨盤、下肢から構成される。 その機能は、運動を可能とし、また消化、分泌、生殖等の重要な器官を保護することである。オクラホマシティの骨学博物館にある人の骨格の模型骨格は、指示、運動、防護、血球の生産、イオンの貯蔵、内分泌の制御の6つの大きな役割を持つ。骨格は、人体を支え、形を維持するための枠組みとなる。 人体や筋肉とともに骨盤がその構造の底部となる。胸郭、あばら軟骨、肋間筋がなければ肺は潰れてしまう。骨の間の関節が運動を可能とする。運動は骨の様々な場所で骨格とつながっている骨格筋によって力を与えられる。筋肉、骨、関節は運動の基礎的機構であり、神経系によって強調する。前史時代に 人の骨密度が低下したため、人の運動の機敏さが低下したと信じられている。狩りから農業への転換は、人の骨密度を大きく低下させる原因となった。骨格は多くの重要な臓器を損傷から守っている。骨格は臓血の場であり、血液細胞は骨髄で生産される。子供では主に大腿骨や頸骨等の長骨の骨髄で、また大人では、 主に骨盤、頭蓋骨、脊椎、胸骨で増血が行われる。骨気質はカルシウムを貯蔵することができ、カルシウム代謝に関わっている。骨髄はフェリチンとして鉄を貯蔵することができ、鉄代謝に関与している。骨はすべてがカルシウムでできているわけではなく、コンドロイチン硫酸や水酸ン解析の混合物であり、後者が骨全体の70%を占める。 水産リン解析自体は質量比で39.8%のカルシウム、41.4%の酸素、18.5%のリン、0.2%の水素から構成される。コンドロイチン硫酸は主に酸素と炭素からなる糖である。骨細胞は血糖や脂肪組織の沈着を制御するオステオカルシンというホルモンを放出する。オステオカルシンは ベータ細胞の数の増加や脂肪貯蔵の減少のほか、インスリンの分泌と感度の両方を上昇させる。人の男性と女性の間の解剖学的な際は、一部の柔ら組織では顕著だが、骨格では限定的である。人の骨格は、他の多くの霊長類ほど性的不足なりが明確ではないが、頭蓋骨、知れず、長骨、骨盤の形態には、 若干の違いが見られる。一般的には、女性の骨は、男性のものよりも小さく華奢である。乳幼用起眼下上流器音外等の人の頭蓋骨の様々な形態的な、形質は、性的不足なりを示している。私列における人の性差は、剣士に最も現れるが、他の人かの動物ほど顕著ではない。長骨は、通常男性の方が女性よりも長い。 長骨の筋肉結合部位は筋肉の量や発達の差を反映して男性の方が眼見である。長骨の性的負担なりは形態測定学や形態分析によって特徴づけられる。人の骨盤は特に骨盤空や腸骨、大座骨切れ根の大きさや形など他の骨よりも性的負担なりの程度が大きい。人類学者が未動定の人の骨格の性別を 判定する際に用いるフィーニス法は96から100%の正確性を持つ。骨疾患には様々な種類があり、最も一般的なものの一つは骨粗しょう症である。また、脊椎側、腕症では背骨が湾曲し、X 線で見ると C 字型や S 字型になる。このような症状は特に思春期の女性に多い。関節炎は関節の疾患である。 一つかそれ以上の関節の炎症を含む。関節炎にかかると、運動の際に関節に痛みを感じたり、通常と違う方向に動いたり、全く動かなかったりする。関節炎の症状は、関節炎のタイプによって異なる。最も一般的な変形性膝関節症は、人の骨格の大小どちらの関節でも発症する。発症した軟骨は、分解、軟化、摩耗される。 これにより、関節の可動性は低下し、また軟骨があるべき骨の間の空間が減少する。骨粗しょう症は、骨密度が低下して骨折しやすくなる疾患である。世界保健機関は、二重エネルギー X 線、吸収測定法で測った骨密度が、女性において、年齢性別ごとの平均値より2.5、標準偏差未満になった状態を骨粗しょう症と、 定義している。骨粗症症は、高年期障害後の女性に多いが、ホルモン疾患や、持病の存在、また喫煙や糖質コルチコイド等の医薬品の摂取の結果として、男性や高年期障害前の女性でも、発症することがある。通常、骨折するまで骨粗症症の症状が現れることは、ない。骨粗症症の治療には、禁煙、アルコール摂取の抑制、 定期的な運動、健康的なダイエット等がある。カルシウムやビタミン D のサプリメントの摂取も推奨される。医薬品にはビスホスホネートやラネルサンストロンチウム等があり、またホルモン補充療法の対象にもなる。人の骨の研究は、おそらく、プトレマイオス王の時代の古代ギリシャで始まった。アレクサンドリアで死体を解剖して研究したヘロフィロスは、 この分野のパイオニアとされる。彼の研究は失われているが、ガレノスやエフェソスのルーファス等、この分野の著名な人物によってしばしば引用されている。ありがとうございます。